ちょうどいいわ。ポールを殺して、今すぐ帰国する前に奴を殺して、私の家族を救って、ユマでもパガンでも首を取るから。大丈夫だ。大丈夫じゃない。家族を取られて大丈夫なわけない。あなたしかいない。ポールは出発前のパーティーを開くつもりなの。その時がチャンス。近くの村から生贄を連れてくるはずだから、それを利用するの。中に入ったら尋問室に忍び込んで、油断してるはず。見つかった。まだだ、今向かってる。そう、見つからないように忍び込むのよ。ポールはネズミのような男、危険を察知したらすぐに逃げ出す。感づかれたら終わりよ。聞いて、エイジ、奴はパーティーを開いている。肉の調達先を探し出して紛れ込むの。ポールを追っている。あの男は殺さないで、生かしておいて償いをさせたい。でも気をつけて。それとエイジ、もしできればあいつの尋問室の写真を撮ってきて。彼が非道だってことの確かな証拠になるわ。でも油断しないで、決して見つかったり捕まったりしないように。Huh?
見た。写真はOKだ。ポールは病気だな。大体想像がつくわ。でもそれをうまく利用すればパガンミンの嘘を暴くことができるかもしれないわ。でもそこには長居しないで。助けに来た。逃げるんだ。もしもし。いや、元気か、ハニー。そうか、それはよかった。素晴らしい。いやいや、分かってるって。けど今からミーティングが始まるところなんだよ。分かった。いいから、ちょっとだけ話すよ。いいから代わって。あ、もう少し待っててくれ。いやー、アシュリー、本当かい？そりゃすごい。いい子だ。もう寝る時間だろ。歯磨きはしっかり磨いたか？よし、いい子だ。ママにキスをしといてくれるか？パパがいなくて寂しがってるから優しくしてあげるんだよ。よし、パパはお仕事に戻らなきゃ。プレゼント？もちろん。何が欲しい？指輪？残念だけど指輪はここになさそうだな。他に何かないかい？ネックレス？金のネックレスか。ああ、それなら確かさっきここにあったよな。もちろんキラキラしてるやつだ。さあ、本当にパパは仕事に戻らなきゃ。あ、パパも愛してる。さあ、もう寝なさい。いい夢を見るんだよ。じゃあおやすみ。悪かったな。娘のせいで君は時間通りに来てたのに待たせてしまって。でも分かってくれ、悪気はなかった。お前、
よろしくって。ルーア？ルーアだぞ。まだ家族は生きていると思ってんのか？とっくに甘えたってのに。生きてるか？死んでても文句はないが。ああ、生きてるぜ、このクソ野郎。うわ、新居に案内しろ。誰が投げた？クソトリガー、離せ。待て、俺の携帯だ。 AJ、後ろのポケットに入ってる。携帯を取ってくれよ。 AJ、頼む。お願いだ、電話を取ってくれ。間抜けどもが、離せ。アシュリー、アシュリー、パパだよ。ありがとう。よくやってくれたわ、エイジ。ポールのことは任せて。奴にぴったりの場所がある。おかげで彼の要塞バルシャコットは無防備よ。攻撃を仕掛けるには今がチャンスよ。